話かかでしか撮ってない,、えー、いかんといて <laughs> いかんといてそうちょっと一つ話させてほしいあのモノボケモノボケの話一つ目がそのウサギのウサギじゃないコケゴッコのやつ鶏のかぶり物をつけてでみゆにお願いしてたんですよそのこのやつを持って出てきてって。 どうやって説明したん,やろうなんかそううまいこと伝えれなかったんですけどあの時はそうアンジュがその鶏ワかぶってたから「朝ごはん作るから包丁持ってきて」ってみゆにお願いしてすごい大きい包丁持ってたから「私をさばく気か」っていうのを物ノボでしたかったんですけどそうできなくて <laughs> 難しい本当に前説 なめっちゃ笑ってもなんかな今日すごいな,なんか笑ってしまう日っていうのがアンジュの中であってその日やってんだあカマカマそう間違いないみゆも巻き込み事故してもだ。たうんほんまに難しいなんかアンジュ多分さ見る専門やからさあの物ボケとかなんか うわし何喋ったらいいやろうって思ってもてなえっそうやねん,なんかあの今回優勝商品がアップルウォッチな頑張らんと <laughs> 劇場公演の恋ラブしか行ったことないアンジュの恋ラブ好きでした嬉しいそうキュンマートさんにずっとお邪魔させていただいててありがとうございます そう今日笑ってしまう日やったシオンすごいよなほんまにあ解説したあかんのかあそうなんかセンス好きよってちょっともうどうしようかと思ってもうほんまに逃げたくなった途中から <laughs> そうですねそうたこ焼きは たこ焼き大阪っぽいやつを持って実は兵庫県出身ですって言ったんですけどなんかもう何が物動けなんかも分からへんくてうんあ面白がなレイさんの次のすいませいじゃええー、頑張りますそうあのお話し会とプラス何バトルの2の投票権がついてくるんですよ。そそれであのその投票が多かった14名 14名はあの次の選抜になれるんですよだからなれるように頑張りますそうアンジー今どこ毎日してるショールーム昨日したっき昨日って恋ラブうんしたわ日曜の公い行きますね超超絶かわいいおー 待ってます。超絶可愛い。昼夜公園 <laughs> 今日もうちは見る、ね。うん。結構見えました。なんじゃ、物分け。できるけど、もっと自信。あ <laughs>、できひんって。見る専門やねんって、多分。どんなにやばかったん。あのな。なんかな。 どうやったいろでもなどうやったらいいんやろうでもなあのし下の匂いってことやんなもうほんまにし下の匂いあの運動とか頑張ってしたい時の感じ日曜日の公演当たったので初め、えー、待ってますね。 ちゃでナンいいバトルツーもあるし新公演もあるしメンバーのメンバーうんねでもマず最近ポジティブに考えようと頑張ってて何事もなにちゃんはコメント入れたかられしいでそうできるだけ多くのコメント拾おうと思ってあやさんが見てるがらああ初めて M O C になりそう。おお、待ってますね。また公演が始まった。匂いした。え、せんかった。やめなさいって。あ、こんばんは、こんばんは。だいぶ星って書いと、なんとかやつやん。おラコステ。え、ちょっと本当に申し訳ないそう。本当に申し訳ない。あのさ、ラコステさん、ラコステ あのあの本当に申し訳ないんですあの車の種類やと勘違いしてしまってあのあれやったブランドさんですね普通のあの服の申し訳ない車やと思って勘違いしてもた食券ですお話し会当たったのでよろしくですおお待ちしてますねお待ちしてます そう「草」っていうのが本当の声ですかってそうかもしれへんなんかまだ見てないねんけど今あの堂前さんクイズまで見てたそうポジティブに生きようと「こんばんは」「リアルお話し会はなんか緊張しそうやけど申し込みますうんお待ちしてますね」 えっえっどんなうちわが見やすいなんか大きい字やったら見やすいかもしれへんあ1週間吐いたとかえっとなえもうほんまに運動して頑張った時みたいな感じあん上になりますおー 嬉しいありがとうございますこんばんはいい方いい方やと思うねんけど勝手に思ってるアンジュそうアンジュなにおいフェチやと思っとってんけどさそうでもないかもしれへん何フェチなんやろ何フェチなんやろなアンジュって大阪また来週からマンボウ

初見です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。何時突っ込むよりボケ、えー。でもな、突っ込みちょっとやっぱ改めて思った。難しいな、突っ込み。ちょっとできる感じがせん、やろうと頑張ろうと思ってんけど。<laughs> とこれで八期生に、あや、あん。え、挨拶だけなら。釣られてはダメです。<laughs> いや。 わからへんそん…わからへんリアルお話し会なんで朝からんああなでも今回そうアンジーずっと朝からやったからさなんか夜からっていうのがあの違和感お話し会。 ほっいい、ね、まにあん延防止設置ってことああそういうことねはその前の文章なんて書いてたっけなあどうなんやろど,どういうことどうやって書いてたっけな公園大丈夫かなってことああなあ でもな公園もなあ分からへんもんないつどうなるかうんそうやな中止なるもんなな気をつけんとアジちゃん昨日の公園と今日の夕方えい、ー、っありがとうございます来てくださり うーんそうなんや意識してない同時に突っ込める同期えそうあいかには多分突っ込めんねえアンジュあいかには多分こんばんはどうやったらアンジュちゃんに覚えてもらえますかって覚えてますもうあの覚えてますあのちょっと頑張る 劇場公演めっちゃ良かったです嬉しいありがとうございますなあ昨日の公演が恋ラブ公演多分アンジュにとっては最後やと思うから嬉しいありがとうございます来てくださり見てません嬉しいありがとうございますこんばんはアンジュのコテコテの関西弁好きコテコテなんかなでもよく言われるからそうなんかもしれへん恥ずかしいけど 長谷川先会のように会場行くの遅刻、ね、えっアンジもな朝早かったらちょっと危険やんか気をつけんとあかんなと思ってこんばんはうんそういうことねリアルじゃなくなるああなあでも会えるなら画面越しからでもことさまそうやなしっかりと送り出せれるように ツイッターで奈良生の返し好きほんまにあら最近あんちゃん気になるえあんちゃんって呼ばれるの好きかもしれへんあんじゅうんうんそうね先輩にはまだ突っ込まれへんくて日曜日のお昼公演見に行くねってえー、待ってますね待ってますお疲れ様ですお疲れ様ですあんちゃんはインスタ始めたいね始めたくて ずっとなあ言ってんねんけどちょっと分からへんいつになるかちょっともうちょいお待ちくださいもう本当にインスタ始めたらとりあえず服の紹介したいなと思ってお待ちくださいもう本当に申し訳ないこんだけ言って始めたいねんけど m 1あそういうことね2人でってことああちょっとアンジが無理かもしれへん あるのあーええー、んかな時と場合によるみたいな感じですじゃああんちゃん呼びますえー、全然どっちでもいいけどなんか嬉しいあんじゅも待ってます頑張ります準々呼びはどうえっ準々呼びは高校生の友達が多いからどうやと思うどうやろうあんちゃんのあんじゅかえでも呼び捨てがいいあんじゅは 呼び捨てがいいな。なんか、呼び捨てもいいし、あんちゃんでもいい。でも、あんちゃんも嬉しいかもしれん。けど、呼び捨ても嬉しい。あんちゃんって呼ぼうかなって。え、全然、あんちゃんって呼んで。あんじゅでもいいし。え、そう。東京、イベント系で初めてかもしれん。い、う。ん。あんちゃん、最近よく聞きますね。確かになんか、マイティが、 アンジュのことをアンちゃんって呼んでから多いかもしれへんスタイルいいからインスタってると思うえアンジュも早く始めたいねじ <laughs> アンちゃんインスタ始める私も一緒に始めるおー待てますね55分今ちょ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 ありがとうございますラブラブ やばい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 生出してきてありがとうございますアンジめっちゃきれいうしいありがとうございますアンちゃんでどうもどうも全然どっちでもアンちゃんでもアンジでもちょっと待ってなそう今日もコトさんと会った時アンちゃんって言われましたアンジめちゃめちゃみんなでうしいありがとうございますえっわかるわかる 何時も早く始めるようにちょっとでもそのために写真をちょっとためどりしときますではランキングを読みます13位の方スーパーサブ48さんありがとうございますありがとうございます12位の方シゲやンさんありがとうございますありがとうございます11位の方右ギッさんありがとうございますありがとうございます10位の方ノリくラタンさんありがとうございますありがとうございます ランキンキ十三位の方、千尋さんありがとうございます。ありがとうございます。えっと、1 0人の方、のりぐらたさんありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、のどかさんありがとうございます。ありがとうございます。10位の方、かきあげさんありがとうございます。ありがとうございます。10位の方え、9位の方、みさきさんありがとうございます。ありがとうございます。8位の方、スーパーサブ48さんありがとうございます。あり,ます Broadway、ありがとうございます。 7位の方シカちゃんありがとうございますありがとうございます6位の方ふみさんありがとうございますありがとうございます5位の方村人 T さんありがとうございますありがとうございます4位の方救急員さんありがとうございますありがとうございます3位の方ダーマさんありがとうございますありがとうございます2位の方玉マヒさんありがとうございますありがとうございます1位の方狩カマガリさんありがとうございます本当に皆さん今日も本当にありがとうございました そうそうやねんそうインスタそうインスタやったらさ夜中にストーリーとかあげてもさ通知公平へんやん <laughs> そうアンジュなツイートなめっちゃ夜中やねんもうアンジュ、ずっと起きとうからさなんかさ暇になった時とかさどうしようってなるやんなんかとりあえずあいう形 にしてんねんねけど <laughs> 夜中に起きてるとか <laughs> 昨日びっくりした昨日さ気づいたらさもうなびっくりしたもん本当にえ待ってストーリーも通知くるんうわそうなんやそれやったらストーリーも上げられへんやんうわうわうわそうなんや やいやじゃあ深夜に出されへんやん <laughs> なんかなだってさピコーンってなったら怖ないなあジが好きだから通知取ってるだろうしみんな許してくれるんかなどうなんやろなんか怖い なんか起こしてしまうのが怖い。